演説会にご参加の皆さん、こんにちは。大田市議会議員の亀田優子です。日頃からのご支援、本当にありがとうございます。私は3月27日木時、4月3日、投開票で行われる大田市議会議員選挙で、2期目の当選を目指して頑張ります。変わらぬご支援を引き続き、私にいただきますよう、どうかよろしくお願いいたします。私は大学を卒業した後、2008年にここ大田市に I ターンしました。市内の牧場で牛を育てる仕事をしておりました。乳搾り、餌やり、子牛のお世話など、毎日牛たちの愛らしさに癒されながら日々仕事をしておりました。私は両親ともに日本共産党員ということもあり、党への偏見もなく世の中を良くしようとしている姿に感銘を受け、まだ前市会議員でもある福田香代子さんとの出会いもあり、党への入党を決意しました。そして前回の市会議員選挙に初挑戦し、無投票で当選をいたしました。前回の市議選の直後に、県西部地震が起きましたね。一昨日も大分を中心にした地震が起こり、ここ大田市でも震度3を観測しました。私は地震で一昨日揺れたとき、4年前のことをすぐに思い出しました。今は新型コロナの感染の急拡大もあり、地震にコロナと皆様不安な日々をお過ごしかと思います。私はこの4年間、市議会の中でも繰り返しワクチン接種と同時に市内でもPCR 検査の積極的な実施を繰り返し求めてまいりました。その結果、大田市が独自で行っている事業者向けの PCR 検査の半額助成の対象を拡大することもできました。このように市民の皆さんの助けになることが少しでもできたかもしれないという思いになると、本当に議会に出てよかったなと感じています。皆さん、私は2008年に I ターンして14年が経ちました。今年は市議選、そして夏には参議院選挙が行われます。自己責任を押し付ける自公政権、このまま続けるはずがありません。春の市議選、ここ大田市から自公政権ノーの声、ご一緒に上げていきましょう。引き続き、変わらぬご支援、お願い申し上げまして、私からの訴えを終わります。ありがとうございました。